ザラブポーションイーブリンドモーガン作戦9 0 3年ポーションは、液状で服用する薬である。水薬、水剤と訳すこともある。現代の薬では、例えば咳止め薬がポーションと呼ばれるが、もっぱら、神話、伝説上の薬についてそう呼ぶ。伝説上、ドラゴン、妖精、魔法使いや、妖術師、魔女は様々なポーションを調合し、治癒する、魔法をかける。 あるいは毒を与えるために用いた。また、錬金術においても、不老不死の妙薬を目指して様々な種類のポーションが作られていた。ポーションは英語、またはフランス語で、ラテン語の、ノムに由来する。かつて一部の国では、病気や痛みなどを治癒すると嘘吹いて、ポーションを売り歩く、偽0も普通に見ることができた。これらのポーションは偽薬であった。 ポーションは文学作品内で幾度も利用されている。ハリー・ポッターではポーションを調合する魔法薬の事業は主要な学科の一つである。恋の飛躍はラブポーションといいフィルターというポーションは服用者がこの薬を渡した人に対し恋に落ちるようにする力があると言われている。リヒャルト・アーグナーのトリスタント・イゾルデで悲劇的に描かれた美薬はリーベストランクである。 魔法薬としてのポーションは、ロールプレイングゲームや、コンピューターゲームを中心に、様々なゲームにも登場する。体力回復をはじめ、何らかの魔法効果を持つ回復アイテムとしての登場が多い。ファイナルファンタジーに登場するものが有名。ありがとうございます。